こんばんは、花屋の山さん。今日もね、ライブ放送結構してましたね。で、動画もボンボン上がってきましたね。なんかビットコインとか、まさに今旬じゃないですか。私ね、ビットコインの話題っていうのは半年以上前にずっとやってて、だからね、もう、なんですかね、 YouTube の予測検索で暗号通貨系のが上がってこない時にずっとやってたんですよ。まあ、ですので最近はやらないんですけどね。まあそうなると、過去に上げたその時の動画っていうのは再生されだして、それを見た人が似たような動画を上げてくるっていうパターンが今できてくるかなっていうところですね。まあ、XRP とか ADA とかね、大量保有してるんで、まあ、いつ売ろうかなってところでもあったんですけども、やっぱりね、私売る時期をなんですか、予告してたんですけども、それはまあ良くないなということで、一応ね、もう言わないことにしたんですよね。やっぱ私が売ろうと思った直前に大量売りとかが入ってもいけないですしね。やっぱりこう自分の資産状況っていうのは、まああまり明かすもんではないかなって気がしてきましたね。で、花屋龍馬さんがね、20代でなんかブレブレだとかいうことを言われてたんですけども、逆でですね、私が思うのは、年齢が進んでいくと、どんどんね、実は可能性がなくなっていくんですよ。これは認めがたいことですけども、で、可能性はゼロにならないんですけども、同じ労力だったらこっちをやった方がいいよねっていうものに行くしかなくなってくるんですよね。で、私の場合はその店舗で働こうと思ってもね、15、6時間勤務っていうのは多分もうあんまり持たないんですよね。まあ、体力的に持たないってことはないんですけども、精神的にも意欲が湧かないんでしょうね、きっとね。どちらかというとこういったデスクワークになってくるのかなと思います。それはね、以前から意識してて、体力で押していけるのって20代とか、まあ言って30代ぐらいなんですよ。そこからは徐々に、どのように仕事をしたらいいのかとかね、どのように、自分の経験を知恵に変えていくかっていうふうなデスクワークに変わっていった方が、まあ全体的にはいいんだろうなと思うんですよ。ただまあ、なんて言いますかね、まあ時間には経過時間と経験時間と体得時間っていうのがあって、まあおかしな40代50代っていうのは何かっていうと、ただいただけで、それを経過時間を経験だと考えてですね、勘違いして、まあ、俺は20年間この業界にいるからねみたいなことになっちゃうんですよね。ただいただけという、ただいて、まあ何者もなすことがなくね、自分に対しても周りにしても何事もなすことなく過ぎちゃったみたいな時間の過ごし方ってあるんですよね。だから通常はやっぱり50前後になってくると、体得したものがいくつかなければ、なかなかね、威張ることはできないっていうかね、追いかけてもらえるような存在にはなれないっていうかね、やっぱこう後継者とか、自分を継承するって話をね、私しました。50代60代でそういうことをしたいんだって、そういう計画なんですけども、果たしてね、この久保哲郎を継承したい人がいるかなって考えた時に、まあいない可能性が高いわけですよ。だからこそ久保哲郎を継承したいんだっていうふうに思っていただけるような人をちょっと探していきたいと言いますかね。まあいなくてもいいんですけども、そこまで気合を入れて探してるわけではないんで、まあただ全てを継承しなくても、きっとね、このワントゥーワン動画を、あ、これいいなって言ってやり出す人が現れたりとか、まあ、動画の利益に限らずね、だったら隠居っていう生活もいいんじゃないかなっていうふうに考えて、まあ30代なり40代でもう完全にフリーランスでもなくて、フリーライフになっていくというね。フリーランスっていうのは本当に縛られない働き方だと思うんですけども、働き方すら持ってないみたいなね、でもうフリーライフ、生活がフリーというね、まあ、その中で自由な暮らしを送る中で、まあそれが情報発信の価値提供になるみたいなところに到達できるとどんなにいいだろうかと考えてみると、情報発信っていうのは自分の知恵とか経験を話してるわけなんですよね、妄想とか。でもその発信っていうのは、やっぱ自分が生きてきて見て聞いて体験したことの中からしか編み出されてこないんで、ただね、ただいただけとかね、ただ経過時間を過ごしてだけでは気づきとか発見が少ないんだろうなと思うんですよね。で、気づきとか発見が少なければ発信することも自然と少なくなっていって、あんまり魅力を感じさせることもできないのかなと思ってしまうんですよね。で、花屋の龍馬さんの場合は、まあブレブレだというふうな表現も、なくはないんですけども、やっぱりね、可能性が360度に広がってるんで、どこにでも向かえるから、どこに向かおうかなっていうふうになるのは、それは可能性の多さですよね、どっちかって言ったら。私はもう
こっちに行ってもダメ、あっちに行ってもダメってものが、まあ、見えるわけなんですよ。だからこっちに行くしかないっていうふうに残された選択肢の中で有意義に過ごそうかなと思ってるわけなんですよね。でしかもその残された選択肢っていうのが私に合ってたんですよね、たまたま。まあだから救われてるんですけども、残された選択肢が自分の望まないものだった場合っていうのは、これは本当に息苦しい人生が後半に50歳以降に待ってるんだろうなと思いますよね。まあ、例えばね、家庭を持ちたいのに持てないっていうのもフラストレーションですし、家族を作ったんだけどもうまくいかなかったと、家族がね、家族関係が破綻してるっていうところでもうやめることもできないみたいなね、そんなこともありますしね。まあ様々だと思いますよね。まあここまででまとめると、花よりもさんが自分でブレブレで答えが出ないっていうのは、それは可能性が360度に本当に広がってるからだと思うんですよ。それが動画にも結構現れていて、ものすごく自由で柔軟な作り方をされていると思うんですよね。ただカメラの前で喋るっていうこの方法は私と変わらないのに、かなり柔軟性の高いことをされていて、それを今やってるっていうのがね、すごいですよね。やっぱり時間的に焦らないといけないのは私たちみたいな世代なんですよ。もうほとんど向こうにもこっちにも行き詰まりがあって、もうこれをやるしかないという、もうちょっと具体的に言うとね、50歳とかが見えてくるとネットビジネスするしか人生逆転する方法ないわけなんですよ。ネットビジネスね、情報発信ビジネス、情報提供ビジネス、これしかないんですよ。でしかも今までの人生が50年分あるんでできるはずなんですよ。それは体力仕事とか、こっからね、なんすかね、新入社員になったりとかね、転職したりってかなり難しいですよ。で今から投資を学ぶのも難しいし、まあ、だからね、ウオトークみたいなの言っちゃう人が多いんですけども、もう今から始めることっていうのは無理ではないし、できないことはないけども、多分ね、もうね、体力的にも意欲的にも持たないんだと思いますよ、同じことを継続するのが。そのぐらい自分の人生におごり高ぶってここまで来てるんで、なんでこんな地道なこと今更しないといけないんだよみたいなね。例えば YouTube の動画を量産しましょうとか、ブログを毎日書きましょうって言っても、その野球部の部に入ってね、野球部に入って1年生の草取りとか声出しをしてるのと同じように感じるんですよ。でも今から始めるってことは、そういうふうな下積みをしなければならないってことを覚悟しなくちゃいけないんで、私の場合はいくらでも地道な作業をねすること、それを楽しむことができる、だからラッキーなんですよ。そういうことに苦痛を感じないんで、むしろ下積みを誰よりもプロ級の下積みをやってやるぜっていうふうな、こう気持ちの切り替えができるんでね。でも多分同じ年代の、私と同じような年代の人っていうのはもうかなりね、自己肯定感が強いんで、今更こんなことできねえよと、もうこれしかできないんだったらやんなくていいよとかね、自分の夢はもういいよ、もういらないとかね、こう自暴自棄になってしまうというか、もう場当たり的になってしまうんですよね。で私はだから10年後の自分を作るために今日からスタートするっていう風な日々を毎日送ってるんですよね。3650日後はこんな俺になってるぜっていうのを昨日も過ごしてましたし、今日から3650日の1日目を始めるものもあるし、明日3650日後のね、だから10年後の自分の第一歩を記すという風なこともありますしね、毎日がスタートなんですよね。で逆に言うと毎日が回収してる日なんですよ。3650日目なんですよ、毎日がね。それは10年前の私が第一歩を記して10年後の今日なんですよね。3650日後が今日だったりするわけですよ。その積み重ねなんで本当に感慨深いと言いますかね、振り向いてみたら、ああ俺ここまで歩いてきたのかって思ったりね、この全てがまたね発信するコンテンツになるなとかね、もう情報発信にこういとまがないというか、それこそ1日が50時間ぐらいあったらずっとね、情報発信していいなというかね、カメラの前でこうやって喋っていたいなって思うぐらいですね。はい、それですね、花のよもさんのことはこういう形でもう可能性がありすぎるんで、もうまあブレるというかね、どっちに決めていいのか分かんないっていう大変さはあります。選択肢が多いと人は困るんですよね。でも3択ぐらいに決められると決めやすかったりするわけなんですよ。まあこれはね、女の子とデートするときに、ドリンクとかあるじゃないですか、ドリンクね、ドリンクのメニューを女の子に渡すとなかなか決まんないんですよ。どれにしようかなみたいな感じで、でウェイトレスの人とかウェイターさんがそこに立ってるのにずっとこう選んでるみたいなね。私の場合はメニュー見ずに座った瞬間にアイスコーヒーねとかってお願いしたり、
砂糖とミルクいりませんみたいな感じでねお願いするんですよね。パッと早いわけなんですよ。でもやっぱり女性は私の、ね、経験ですけども、ちょっとメニューをね選ぶっていうことを楽しむんですよね。で最終的にはいろんなメニューの中でオレンジジュースとかウーロン茶になるんですよ。だからどんなにドリンクのメニューが少なくても、どんなにドリンクのメニューが飲み放題で多くても、結局選ぶのってのは決まってるんですよ。しかもオレンジジュースやウーロン茶ってどんな小さな店にもどんな大きな店にも共通してあるはずなんですよ。だから悩むことはないんですけども、選ぶことを楽しむっていうね。で選択肢が多すぎるからやっぱり悩むと、悩むんだ末にいつものやつになるわけですよ。悩むからこそいつものやつになると。で選択肢が少ないと、たまにはグレープフルーツ行ってみようかなみたいになりますし、むしろこちらからね選んであげることができますよね。メニューを取ってアイスコーヒーねって、オレンジジュース飲むって感じでね、そしたらあそうですねって感じですぐ決まりやすいみたいなね、選択肢をこう狭めてあげる人がいると決まりやすいところがあるかもしれないですね。まあ、これ花屋るもさんの方にはね当てはまらないかもしれませんけども、花屋るもさんは多分今まあ、小野里さんとかね、綾沢ちゃんとかね、その他ミスター M さんとか、さまざまなちょっと上の年代の人を見ることによって、さまざまなね、さまざまな自分の数十年後を想像することがあるでしょう。でもあんまりそれに縛られずにね、私たちの20年前っていうのは今20年後を想像する時よりも材料が少なかったわけなんですよ。スマートフォンなんてないですし、インターネットっていうのは命もないわけですよ。ポケベルがあって、ポケベルがずっとね10年後も20年後もあるんじゃないかなと思ってたぐらいですし、それから若者の車離れって言われるんですけども、そんな言葉もなくて、まあ20歳過ぎたらねみんな免許取って車に乗ってデートしたりね、山登りするもん、山登りっていうのはあれですよ、走り屋っていう峠を攻めたりとかね、で改造車を一生懸命いじったりするもんだと思ってたんですけども、まあ20年経ってみると、その頃車に没頭してきた私たちもやらなくなるし、それから今20代の方で、まあ一生懸命車をいじったりとかっていうのも多分なくて、変わりましたよね。変わったんでね、なんか同じようになるとは全然思えないんですよ。ほんで、まあどういう感じですかね、自分の若い頃が今の若い人の参考になるとはとても思えないんですよ。むしろどっちかっていうと悪い例になるんじゃないかなと、まあ、だから振り返って自分のことを話すことはあるんですけども、そうならないでほしいなと思うばかりですね、私はね。で花井龍馬さんには30代には30代の、まあ、世の中が待ってると思いますしね、まあ、当然ですけども、多分私たちのことは参考にならないというか、もっともっとすごい遠いところに行くと思うんでね、まあそんなところですかね今日はね。いろいろ話しましたけども、まあ、花井龍馬さんがねケツの毛の存在を知ってるかいっていうふうに今サムネイルが綾沢ちゃんのがあるんですけども、ケツの毛も抜かれるような感じですよね、花屋のさんには。まあ朝起きてどんなことをするのか楽しみだなと思いますね。私はまあ今何時だ、4時ぐらいですか。何をすればいいんでしょうか。私はねもうね深夜に起きても暇なんですよね。どうしましょうかね。仕事で悩んでるあなたへ50の回答ね、こんな本もありますけども、まだ買っただけで読んでないと。これ表紙に誘われて買うんですけど、これいくら191円で読んでないというね。51の刺さる話し方、これも読んでないと。520円ね、ブックオフで読んでないですね。人間関係の悩みが消えると、消えないっつうんだよね。人間関係の悩みを消すには誰とも付き合わないのが一番ですね。自治会町内会ね、こんなものもありますけどね。まあ、いろんな方がこうやって情報発信してくださってます。それぞれの方が自分の知恵と見識と、経験を書いてくれてるんですよね、まあただそれだけなんですけども。まあ私はこういうふうなねものよりね、まあ、今懐かしいっていうキーワードですよね。昭和40年男、この懐かしいっていうキーワードがとってもいいなと思うんですね、まあということでね、特に今回は課題もありませんし、なんとなくブラッとお話ししてみました。まあ、こんな感じですかね。いや今日は別に売人の裏技はなしですね。ただだらだらと喋っただけということでございます。じゃあまあいってらっしゃい。